はい、皆様どうも、マフロです。それでは白猫プロジェクトやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、新しい、ガチャが来たようですね。そして新しいステージが出ちゃいました。もうちょっとねちんたらやってたら、まあこのね着魔も期間があるとはいえ間に合わそうなんですよね。どうも15、6ぐらいまでステージがあるようで、なのでまあ今回はまあ普通にやるとして、次回からはねちょっとペース上げるためにいろいろちょっと端折っていく可能性はあります。イベントだけ飛ばすというかね、イベントだけパンパンとやって、で主要なとこだけやっていくみたいな感じでね、それぐらいやらないと間に合わなそうなんですよね。もうノーマルをちんたらやってる場合じゃありません。もともと白猫ね自分はかなりの後発なんでね、まあ上位の人に追いつくことはできないとしても差を縮めようと思ったらちょっとペースを上げるしかなさそうなので、イベントだけパパッとやっていく可能性をあります。そして、現在ホームページの方を作っておりましてね、そちらの方で、自分のマフロの個人情報というか、まあ所持キャラとかね、所持武器とかの情報を公開しております。そちらの方、この動画のチャンネル概要の方を見てもらえば、URL 載ってると思うのでそちらの方を飛んでもらえれば見れると思います。はい、じゃあちょっと白猫の方ね、かなりハマっておりますのでちょっとペースを上げてやっていきたいと思います。それでは今日はまあ普通でやっていきます。はい、じゃあイベントから。どういうことなんですか？テストなのに出席者がソーマさんとアイリスさん、それにあなただけなんて。テストやばいんじゃない？真面目だね、それでも出てくるって。おい、お前らどうしたんだよ。皆さん鍛え方が足りませんね。そういう問題か。僕なんかもう3日もぶっ続けで研究をしてましたが全然眠くありもんにゃもんにゃとにかくテスト配りますよ。起きろ。おめでとうございます、サマさん。あなたの成績は学園トップです。こっちも眠くなるわ。テストを受けたのは3人だけですけどね。あ、眠い。寝てこい。大丈夫ですか、カムイ学長。ですが、ここで倒れているわけには。早く研究の続きを。何の研究？さっきの研究か。どうしたんだよ、一体。進行が変なことになってる。何の研究だ？なんだって？すごく勉強したいのにすごく眠い。一体どうなって。まったこの状況覚えがあるぞ。よし、一丁試してみるか。はあ、スクールアーツ授業ボイコット。キンとなった。なにこれ。寝てませんからね。寝とけ。学習意欲がコントロールできなくなってたようだが、
学長先生、この学校にスクールアーツを使う奴はいるか？スクールアーツ？何ですかそれ？俺が習得している武術さ。この武術にはある特徴がある。スクールアーツは学習能力そのものを高めるって武術なんだ。武術っていうものはノウハウの塊だ。知っている技が多い方が有利になる。そこで学ぶ力そのものを鍛えたら短時間で多くの技を身につけられるだろう。問題はスクールアーツに学ぶ力や意志そのものを操る技があるってことだ。つまり学習欲を高めることができるということですか？スクールアーツの一つ、強化合宿。こいつはまさにそんな技だ。強化合宿。効果範囲内にいる者の学習意欲を無限に高める。だがこの技を食らうと勉強したい気持ちが抑えられなくなり、最後には倒れてしまう。恐ろしい技だ。誰か俺以外にスクールアーツの使い手がいる。この学園のどこかに。よし、ぶっ倒そう。じゃあ上の方から使わせていただきましょう。まあ本当はね、じっくりやりたかったんですけどもね、そんなにじっくりしてる暇もなさそうなので、イベントに期間がありますからね。息継ぎなしで行きますよ。メインミッションの方も全然進んでないわけですし。まあやってるゲームもこれだけじゃない。おお、食らっちゃった。まあ、しかし仕事やりながらなので、またもうちょっとジュエル溜まってきたらガチャ引きたい病にかかっちゃいましてね。なんとなく仕事中に、仕事中じゃないわ仕事の休憩中に回したらね、3人ほど星4の方が当たってしまいました。はい、でもね、結局ね、着魔のフランさんは出れませんでしたね。惜しかったんですけど、代わりに、ソフィーさん当たりました。ダンサーの人もね、あんまりいなかったので、ちょっと頑張って育てていきたいと思います。そしてモノクロームさんと一緒の時期出てた、格闘のどんぐりさんどんぐり娘チャッピーさんでしたっけね。はい、その方も当たりました。で、そのガチャで、次にやった時に普通のシャナ王さんも当たりました。この3人です。ガチャ引きたい病にかかってるから、まあまだ
まだ課金はしておりませんけどね。これだけ楽しませてもらってるのでいずれはしたいと思います。まだちょっと今はまだストーリーとかでジュエルまだいっぱいもらえるのでその時期ではありませんが、いずれはしたいと思います。まあ、こういうゲームはだいたいね、後半になればなるほどもらえる額は少なくなっていくわけで、その時期にでも、ガチャも悪くて死んでおります。まあ俺もね、白猫ではまあ当たってる方だと思うんですけども、他のゲームガチャ死んでおります。もう白猫にねガチャ運奪われてるんじゃないだろうかっていうぐらい。強さからしたらもうノーマルだね。ダラダラやるしかなくなっちゃってる。撃ち取る。これどこだ。どこ行けばいいんだ。閉めちゃう。どこ行けばいいか分からなくなっちゃった。こっちか。宝箱ないか。ない。あ、こっち以外入り口だった。ってことは、これを閉めて、あ、閉めちまった。すみません、つまずきました。どこ行ったらいいか分からなくなった。ここ下か。
迷ってしまったのね。さっさと行かなきゃね。そういえば槍の新アクションが追加されたんでしたっけ。ちょっと槍まだは使えてないんで、ね、よく使い方も分かってないっていうかイベントです。生徒の皆さん、本日の授業は休校になりました。無理な勉強はやめて体を休めてください。私も勉強がしたい。もう保健室がいっぱいでござる。寮までみんなを運びましょう。もんじゅう、勉強がしたいでござる。フランさん、頑張って。勉強はつらいでござるのに、どうして勉強がしたくなるでござる。向こうの校舎には残っている生徒はいないようだぜ。くっそ、ギターが弾きたくてたまらん。やめるんだザック、手から血が出てるじゃないか。私もうダメ、勉強したい。あんたたちはここにいたのか。ソーマ、大丈夫だったのか。話は後だぜ、授業ボイコット。あれだけ勉強したかったのに、勉強したい気持ちが収まりました。ソーマ殿、セボーンでござる。ありがとうございます、ソーマ様。お前、こんな力があったんだな。ソーマ、お前は。勉強したい気持ちを抑える技だ。他のみんなもこれで抑えてるが、長くは持たない。俺は今から事の元凶をぶちのめしに行く。任せて。はい、じゃあ黄色さん使わせてもらいましょう。ちょっとここはミナさんで行こうかな。ミナさんやっと鍛え終わりましたわ。ちょっと活躍してもらわなきゃね。ただね、剣がね、お金が足りなくてまだ鍛えきれてないという。息継ぎなしで行きますよ。さあ、道に行くんだ。やってください。あれ、あ、ここは違うんだ。まあ、こいつも嫌いなんだよな。あ、いた。行くわよ。
まあでも一発でやった方が早い。しかしここのナイトメアは難しそうだよな。痛いってば。結局ね、温泉のナイトメアはね、まあクリアはしましたけど、サブミッションのオールコンボは諦めました。なぜならウォーリアとクロスセイバーのあれができなかったので、使えそうな人がね、全然ナイトメアに、まあ使えるというかナイトメアに対応できそうな人が自分の腕で。自分には無理ゲーでしたね。行くわよ。やってください。行くわよ。あ、そうね、溜めた。行くわよ。チャージしてからの方がダメージ上がる。これでかー。やってください。これで決まりだ。やってください。まだチャージがよく分かってない、ね、で分かってないというか使いこなせてない。森の奥から強い学力を感じるな。あのスクールアーツの強さって言ったところだ。とにかく向こうにかなりの優等生がいる。スクールアーツの優れた使い手ってことだ。これだけの規模で強化合宿を使えるってのは、少なくとも学年首席レベルの実力者だ。まあ確かに。最高に強い。俺だったら逃げる。逃げてねえぞ。お前らだって今も思ってるだろ、勉強したいって。残念ながらな、学習意欲が抑えられるのは一時的だ。これ以上の強化合宿、俺にも抑えられるかわからん。おい、話を聞いてたのかよ。のんきだね。優等生を止める？正気か、お前。見ろ。そう言いながらお前、参考書を読みながらノートを取ってるじゃねえか。このままじゃ死ぬまで勉強し続けることになるぞ。それでも行くってのか。学校なんか守ってどうしようってんだよ。お前さん、にゃにゃにゃーん。目標か。そんなものはねえよ。スクールに通ってた時はやりたいことなんか何もなかった。だが今はやりたいことがある。気に入らねえんだよ、人を無理やり勉強させるっていうやり方はな。行くぞ。じゃあジュエルをもらって、
これで250いくかな。いけば10連引けるんですが、おお、ギリギリだ。よし、じゃあガチャ引いて終わりましょうか。さあさあさあ、当たるかね、限定キャラね。ヤリさんとやるぞ。ケンシさん、はい、じゃあ10連やってみようと思います。まあね、かなりの確率低いと思うので、出ればいいな。はい、では行ってみます。お願いします。わあ、白多いなあ。後半まだマジか。あー、でも白多いな。半分か。あー、半分もいない。俺の言うこと全員。それも運命か。研究室ありますか。研究室ありますか。二人目かよ。イケメンいますか。しばらく厄介になるよ。精一杯やります。ダメそうだね。僕は世界一美しい。お、この人は。ドクドクするね。僕は世界一美しい。この人は誰だ。ロザリンさん。おお。ゾクゾクするね。何かのイベントで見たような気がするな。はい、とりあえずまあ星音が出たから良かったですね。やるぞ。はいはい。ゴレンとかも。ああ、あとまだハイルーンとか足りないな。限界突破したいんだけどな。やるぞ。さすがにやっぱこの2人は当たらないですね。10回ぐらいじゃね。みんなどれぐらいやってるんだろう。コメントに書いてくれた方はかなりの数をやってるみたいですが。はいはい。はい、それでは今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。